はい、みなさんこ、こんにちは。リオです。今回紹介するのがですね、えー、スイスのチューリヒです。はい。で、あの、まず、このスイスの地図を見ていただくとですね。で、あの、スイスが隣接する、北側で隣接するのがドイツ。で、西側でフランス、で、南側でイタリアが隣接します。で、あの、スイスの中でですね。まあ、あの、有名な街としては、この、まあ、西側の端っこにあるですね、ジュネーブ。で、あの。 中央よりやや西側にあるベルン首都ですであとこのチューリヒはですねあの北側でドイツに近いところにある町です、はい、でこのチューリヒを訪ねたのがですね2013年の10月ですでこのチューリヒはですねあの FIFA あの国際サッカー連盟のヘッドオフィスがあってですねでそれ以外にもいろんなその国際機関の,あの本部が置かれていると であとそのこのチューリヒはです、ね、あの金融の都市として非常に有名で,で例えばそのスイス銀行とかクレディス・イスとかああいったプライベートバンクの本店が置かれてます。でそれ以外にもですねあの、まあ、大きいものからちっちゃいものまでですね、まあまあ、プライベートバンク富裕層向けの銀行が近くにこうあって、はい、もう、まあ、金融の街ですね。はい であのまあ、交通のハブにもなっててです、ねまあ、観光客も非常に多いとえそういったところです。であのこのスイスはですねあの宣言協定にはあの属してるんですがあのユーロには属してなくてで通貨もスイスフランを使っているということで,でちょっとあの、まあ、まあちょっと細かいお金がですね、まあ、スイスフラン必要かなと思ってで街についてちょっと両替屋をちょっと探したんですが。 街中にあの両替屋がなななかかいんですねで金融の年でまあ銀行はあちこちにこうがるんですけどまさかあのスイス銀行とかですねクレディ・スイスで <laughs> まあ2万円とか両替するのもおかしな話だし、まあ、当然そういった業務やってないでしょうしでこうぐる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 街を探してなんとやっとですね確かレールシティとかなんとかっていうところになんかウエスタン・イニオンがあってですねそこでやっと両替できたっていう記憶があります。はい スイスっていうか、まあ、スイスもそうの中でこのチューリッヒもそうですがもう非常に物価が高いですでよくあの物価を測るためにですねそこの町にあるあのマクドナルドのビッグマックセットを頼んでりするんですがこのチューリッヒではですね、まあ、2013年当時なんですが、えー、ビッグマックのセットが12.7フランその当時ですね大体日本円で1,300円ぐらい。 でスーパーマーケットに入ってみたらですねあの卵が56個売っててそれがあの、まあ、600円ぐらいでトイレットペーパーが、えー、10ロールぐらいで,です、ね、1000円でポテトチップスが600円ぐらいと、まあ、非常に高いんですね。で地元の人間に聞くとです、ねあのまあ、このチューリッヒの中では最低賃金というのがです、ね、こう高めに設定されていると。 でここで働いてる人っていうのはそれなりにまあ高額のサラリーをもらってるということみたいです。ただあの観光で来る人間にとってはですね、まあ非常にあの物価高いのでまああんまり長いする街じゃないのかなというふうに思ったのをちょっと覚えております。はい。であのこのスイスこのチューリヒのですねある評価についてなんですが、まずあの面白いと必見度っていう意味いなですねこれ非常に面白いと思います。 あのまあ、観光するところもあるし街も綺麗だしで文化的なものも結構揃っているということでこれ5段階評価の星4つ。はい、で,あの物,価もです物価はですねこれ非常に高いですねこれは世界屈指じゃないかなと思うので、えー、物価に関しては星2つ。はい、であと治安に関してはです、ね、これ治安も非常にいいのでこれも5段階の星4つですかね。はい チューリッヒで考えられるビジネス都市はですね、まあ、国際金融都市なので、まあ、金融業ただ富裕層向けのビジネスはもうあっちこっちで行われているので,で、まあ、どういうか数が少ないと思われるその金融業に特化で狭いスペースで、まあ、両替とかですね、まあをまあ、両替業務です、ね、に特化したビジネスをするというのは案外面白いんじゃないかなというふうに思いました。 とということで,です、ね、今回は、えー、スイスのチューリッヒの紹介でした。